はい、こんにちは。CG メソッド挑戦中のみはるです。はい、今日はですね、夏本番真っ盛りの中でやっぱり気になるのが日焼けだと思います。で、皆さんね、日焼けっていうと、まあ肌をね一番気にされると思うんですけれども、実は髪の毛も日焼けします。まあ当然なんですけど、結構見逃しがちなのかなと思っていますので、今日は簡単にできる、まあ、UV 対策及び、まあ、日焼けによるダメージを軽減させるための DIY、 家庭でできるヘアケア用品の作り方をご紹介していきたいと思います。今回ご紹介していくのがお茶。お茶といえば皆さん大変馴染みのあるものなので、どのご家庭にもお茶一つや二つあると思います。まあ、非常に豊富な抗酸化物質がお茶には含まれているので、日焼けなどで傷んだ髪とかシミとかシワとか、そういったダメージを、まあ、体の中から改善する手助けをしてくれる効果がありますので、実際にお茶をですね、毎日しっかり飲むことも予防の一つになります。でも、このお茶を髪の毛にヘアケアとして使用することもできるということで、今回はヘアケアに使えるお茶をご紹介したいなと思います。で、お茶の種類いくつかたくさんあると思います。今回は紅茶と緑茶と、あと白茶。白茶って聞かれたことありますかね。海外ではその名の通り白茶、白いお茶なのでホワイトティーっていう風に呼ばれていて、白い色なんかっていう風に思ってしまうかもしれないんですけど、色自体は普通のお茶の色してます。で、海外の方ではもう圧倒的に紅茶が普及しているので、この紅茶を使ったヘアケアっていうのがたくさん紹介されてます。ティーリンス、髪の毛を紅茶を使って、まあ、流すっていうヘアケアがあります。紅茶もいいんですけど、一点ちょっと注意しないといけないところがあります。それがカフェイン。カフェインは水分をこう排出する手助けをしてしまうっていう作用があるので、やりすぎると髪の毛の水分を奪ってしまいかねないっていうことで気をつけないといけないっていうのがあるんですけど、今回このカフェインも合わせて調べたところ、まあ、もちろんその葉っぱの種類とか、あとブランドにもよるので一概には言えないんですけど、相対的に見てカフェインの多い順で言うと紅茶、緑茶、白茶になります。なので、今回はこの緑茶と白茶に絞ってご紹介したいなというふうに私は思っています。この頭皮や髪の毛に使うことでどういった効果が得られるのかっていうお話をまずさせていただくと、このお茶に含まれるカテキンが、まあ、抗酸化物質として、まあ、頭皮や髪の毛に働きかけて髪の毛の成長を手助けするのとともに、髪の毛の生え変わるサイクルをサポートしてくれるというふうに言われています。なので、特に薄毛とか抜け毛に悩みを持たれてる方が積極的にされるヘアケアになります。実際にアメリカの方だったと思います、脱毛症を発症しているネズミに緑茶かなを定期的にこう与えたことで 60% 体毛が戻ってきたっていう実験結果も出ているということなので、まあ信憑性がある程度あるお話なのかなというふうに思っています。なので、体内に取り込むことも引き続き積極的にお茶に関してはしていただくのがいいと思うんですけど、まあ、このプラスアルファヘアケアで使うっていうやり方もありますので、こちらをご紹介していきたいと思います。で、日焼け止めの効果が実際にお茶にはあるということで数字も出ています。 SPF 緑茶が 1.05 で、白茶が 1.21 で、まあ、実際にね、こう肌とかにつける日焼け止めのレベルから言うと
少なと思われるかもしれないんですけど、まあ、髪の毛につける日焼け止めシャンプー使わないと落とせないっていうことになってしまってはもうとんでもないことなので、この紅茶をうまく活用していくことで何もつけないよりは髪の毛を守ってくれるので、今お話した通り、まあ、緑茶が 1.05 で、白茶が 1.21、まあ、そんなに大差は正直ないです。ただ抗酸化物質に大きな違いが実はありまして、白茶の方が緑茶の3倍抗酸化物質があります。でこの抗酸化物質が多いっていうことは髪の毛を修復する力も強いっていうことになるので、飲むのもおすすめです、この白茶。まあスキンケアにも実際に体内にこの白茶を取り込むことで肌にもいいっていうふうに聞いてるので、私このヘアケア始めてからせっせ実際に飲むのと髪の毛につけるコートを両方今やってるので、ちょっと肌の調子が1年後どうなるのかっていうのも楽しみにしたいなと思ってるんですけど、白茶ぜひちょっと機会があれば入手してみてください。味もなんて言ったらいいのかな、緑茶ではないです。どちらかといえば紅茶に近い色もしてて、で紅茶に近い味なんですけど、紅茶よりもまろやかですごく飲みやすいっていうのがあります。なのでハーブティーとかが苦手な人でも全然飲めると思ってます。とても美味しいので飲むのもおすすめです。実際にこの白茶をこんな感じで作ってます。1カップですね、 200ml のお湯にこの白茶のティーバッグを2つで、これをこのまま30分から1時間放置してます。で冷たくなったものをこのスプレーボトルに入れて使っています。ちょっと色濁ってるのでそろそろまだ大丈夫かな。これに本当に私このラベンダーのエッセンシャルオイル買ってほんまに良かったなと思ってるんですけど、まあ、これが本当に活躍します。もうスプレーボトルに冷めたやつを移した後にエッセンシャルオイル足して使うようにしてます。4、5滴ですね入れてます。でその後しっかり振って、あとはと気が向いたらつける感じですよ。なんで今は家出かける前はちょっとまだ慣れないんでよく忘れるんですけど、出発する前に必ずこう髪の毛全体にしっかりかけてから外出するようにしてます。で先ほど話した通り、その日焼けをした後の髪の毛をサポートする力があるというふうに言われています。帰ってきた後もちょっとこうスプレーしたりうまくこう活用してやっていきたいなと思っております。なんか匂いもすごくいいので、まあ、まあラベンダーのエッセンシャルオイルのおかげですけど、で、まあ、お茶なので外にずっと放置してたらやっぱり腐ります。なので必ず冷蔵庫で保管するようにはしましょう。で今のがいわゆる簡単な UV 対策で、もう一つはそのティーリンスとして、まあ、頭皮中心に発育を促進するための補助ヘアケアとして今のヘアルーティンに追加してやってます。お茶は一緒です、全く同じ状態、1カップ 200ml に2つ入れて、まあ、30分から1時間ぐらい放置して冷めたやつを、これもスプレーボトルに入れてもいいですし、私はスプレーボトルだと頭皮こういちいち髪の毛なんですか巻くって分けてきっちりつけるのが面倒なので、このまま結構ダイレクトにかけるようにしちゃってますけど、でこっちの方にはラベンダーのエッセンシャルオイルは入れてないです。でこれもさっきのも緑茶でも全然いいです。白茶をわざわざ買うのが面倒くさいっていう方は緑茶でぜひ試してください。でこのお茶をクレンジングした後の頭皮に全体しっかりつけてマッサージをします。でしっかりマッサージした後5分から10分置きます。なので私は今だいたいこの白茶を頭皮につけて、まあ、しっかりマッサージした後髪の毛束ねて、でその間に体洗ったりしてます。でしっかり流してから、まあ、コンディショナーからスタイリングっていう、まあ、いつもの流れを
やるようにしています。これをしたから劇的に髪の毛が変わるっていうようなインパクトは正直そこまでないと思うんですけど、ただこの紅茶のリンスに関しては何かの代わりにやるっていうわけではなくて、単純にそのヘアルーティーンに追加するものになってて、で難しいものでも何でもないので、今後ずっとやっていってみようかなというふうに思ってます。まあ少しね気休めかもしれないですけど、ぜひ活用してもらえたらなと思います。それではまたね。今日はいい感じです。